エリザベスタウンはアメリカ合衆国ケンタッキー州中央部ハーディングにある第二等級都市であり同軍の軍庁所在地でもある2012年の推計人口は29,335人であり州内第10位であるエリザベスタウン大都市圏に属しておりその主要都市であるこの都市圏はさらに大きなルビル・ジェファーソン軍エリザベスタウン・スコッツバーグ広域都市圏に 含まれている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は25.8平方マイルであり、このうち陸地25.4平方マイル、水域は0.5平方マイルで、水域率は1.77%である。アメリカ合衆国国勢調査局が定義した大都市統計地域のリストで、エリザベスタウンの人口は28,531人である。 人口推計は2010年時点のものである。都市圏の名称は2005年12月1日時点のものである。エリザベスタウン大都市統計地域には、エリザベスタウンにほぼ匹敵するラドクリフが含まれている。その他、ホートノックス軍事施設の住宅地域、エイブラハム・リンカーンの教師ザカラヤ・ライニーが住んだ、二変入庁ライニービル、バイングローブ、クレンデール、ソノラ、ウェストポイント、 アプトンがある。この地域の気候は暑く湿気た夏と温暖から冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に区分される。サミュエル・ヘイクラフト・ジュニアが1869年に表したエリザベスタウンの歴史ではエリザベスタウンがその喜ばしい位置にあり、事業の意欲と活力のある人々がおり、鉄道施設があり、素晴らしい水があり、 周辺には知的で、紳士的な農夫がおり、世界でも最良の果物生産地であり、将来的には製造業が成長するに違いなく、大きな都市になった時に出発点を振り返ってみることになるだろう。と記していた。ブラウン・ピュージーテイ・サミエル・ビートマステイ。ハーディングンは1793年に設立され、地元でインディアン部族と共に働いた。インディアンファイター。 ジョン・ハーディン大佐から名付けられた。それから数年のうちに、職業人や商売人が、地域に入って、住むようになった。1793年、ハインズ大佐が30エーカーの土地を測量させ、区画割りして、エリザベスタウンの町を設立した。この名称は、ハインズの妻エリザベスにちなむものであり、法的には1797年に設立となった。トマス・リンカーンが、 サミュエル・ヘイクラフトを助けて、バレー・クリーク・沿イ・ヘイクラフトのミルで水門を建設した。1806年にリンカーンは、ナンシー・ハンクスと結婚した後、その娘サラは1807年に生まれた。それから間もなく一家は、シンキング・スプリング農園に移転し、そこで1809年に、エイブラハム・リンカーンが生まれた。トマス・リンカーンは1816年に家族を連れて、 インディアナ州に移転した。1818 18年に妻が死んだ後、エリザベスタウンに戻って、1816年から未亡人になっていたサラブッシュ・ジョンストンと再婚した。トマスはサラと3人の子供を連れて、インディアナに戻り、サラがトマスの2人の子供たちのママ母,母になった。1850年3月5日、ケンタッキー州がルイビル ナッシュビル鉄道会社が資金を集め、ルイビルからテネシー宗教までナッシュビルの方向に鉄道を建設することを承認した。トマス・ヘルム大尉の孫、ジョン・エル・ヘルムが1854年10月にこの鉄道会社の社長になった。ヘルムはエリザベスタウンを通る本線の建設を指示した。この鉄道は1858年にエリザベスタウンまで開通し、 最初の列車が到着したのは同年6月15日だった。鉄道の開通で経済成長がもたらされ、南北戦争の時には鉄道沿線の重要な交易中心であり戦略地点となった。1862年12月27日、南軍の将軍ジョンハントモーガンとその3000名の騎兵隊がエリザベスタウンを攻撃した。この戦闘中、 100発以上の砲弾が街に降り注いだ。モーガンはうまく街を占領したが、その死目的は鉄道と北部の交通を妨害することだった。モーガンは鉄道に沿って北に進軍し、橋脚を燃やし、線路の一部を破壊した。この戦闘後、公共広場の傍らにある建物の側面に埋め込まれたままの砲弾が見つかった。 1887年にこの建物を燃やした後に再建され、砲弾はその壁に最初にあった場所にできるだけ近く置き直され、現在も残っている。レコンストラクション時代の1871年から1873年、ジョージ・アームストロング・カスター将軍が率いた第7機兵隊と第4不評連隊の一個大隊がエリザベスタウンに駐屯していた。この部隊は、 強制法のもとに、解放奴隷や共和党員を攻撃していた、クークラックスクランを抑圧する任務があった。また南北戦争後に、南部で盛んになった違法醸造所を摘発する任務も、あった。カスター将軍とその妻エリザベスは、アーアントベックヒルの寮の背後にあった、小さなコテージ、現在ブラウンピュージー邸と呼ばれている家に住んでいた。この町は、土地では、イータウンと呼ばれる。 ルイビルとナッシュビルをつなぐ、週刊高速道路65号線の沿線で2つある、大都市の1つとされている。もう1つは、ボーリンググリーンである。2005年の映画、エリザベスタウンはこの街の名前を採用していたが、エリザベスタウンは、近年の商業開発で歴史ある建物が、なくなったので、撮影は、バーセールズや、ルイビルで行われた。ハーディングンは、ドライ軍だが、 100席以上があるレストランで売上の70%以上が料理による場合に昔からアルコールの販売が認められている。地元の人はこれをダンプ、アウリはモイストと呼んでいる。2011年10月4日時点でエリザベスタウン、ラドクリフ、バイングローブの住人が各市域内でパッケージアルコールの販売を拡大することを住民投票で承認した。 これら3都市の企業は、州の免許を得ておれば、パッケージに入ったアルコール、ワイン、ビールを販売できるようになった。エリザベスタウンはもはや禁酒軍ではない。ハンウェット軍とは、バーはないが、アルコールの販売は、レストラン以外でも認められていることである。エリザベスタウン市には、エリザベスタウン地域空港があり、エリザベスタウン空港委員会が、市に、 商業便を就航させる可能性を探索している。一下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ハーディング教育学区が市域内の一部をカバーしている。ジョン・ハーディング高校は住所がエリザベスタウンであり、住人がいくらかその校区に住んでいるが、実際にはラドクリフの市域に入っている。逆にセントラル・ハーディング高校は、 エリザベスタウン市域内にあるが住所はセシリアである。エリザベスタウンにはケンタッキーコミュニティ効果カレッジシステムに属するエリザベスタウンコミュニティ効果カレッジがある。西ケンタッキー大学の拡張キャンパスとウェストポート道路沿いにエンパイア美容学校がある。姉妹都市インターナショナルで指定される姉妹都市関係が一つある。アレゲーニー山脈より西で、 最初のバープテスト開拓地は、エリザベスタウンのセバーンズバレーバープテスト教会であり、エリザベスタウンの最初の名前を取っていた。カトリック教徒は、ネルソン軍から西に来ており、セントクレア教区のコールズバーグに入植し、その後、エリザベスタウンのセントジェームズ教区に入ってきた。ルシンダ・ヘルムが、ユナイテッド・メソジスト教徒をエリザベスタウンに連れてきて、 ヘルム記念ユナイテッドメソジスト教会と名付けて記念したエリザベスタウンの100以上の教会で12以上の会派が活動している。ありがとうございます。